黒いな。真っ黒ですね。はい、ってことで今日は謎のビールシリーズ謎のビールシリーズ、海外のね、海外のベルギービールですね。アダムとイブというすごい名前ですね、はい、オレンジビールなんですね。なるほど、ベルギーで、まだ麦が使われてるし、小麦、あー、ヒューガルデンとかとちょっと近いのかもしれないね。小麦とか使われてるから。なるほど、はい、じゃあちょっと食べましょう。いただきます。あー、匂いはちょっとクラフトビール感が強いけど、オレンジビール、うん、オレンジっぽいっちゃオレンジっぽいのか、うん、まあ、ってことで、いただきます。いってみましょう。オレンジのフルーティーを感じつつ、ちょっと黒ビールのコクの強さを感じるみたいな。でも炭酸もすごい感じるみたいな。結構全部が感じてくるんですよね、はい、なんかじゃあ、とりあえず総評いきましょう。はい、はい、酸味3、苦味2、甘み2、キレ3、コク4ぐらいいくんじゃない、これは。じゃあコクがあるか、濃厚ですね、すごく。なるほど、濃ゆいなっていう、濃ゆいなっていう、なるほど。だから、なんかそう、でも面白いから飲んでみたら多いかもしれない、うん、よくわかんないけど、はい、はい、ありがとうございました。